鳥用い神社は、茨城県水戸市にある神社。式内社論社で、旧社格は孫社。主祭神廃神祭神人の伊達下流前の地について、国造本理では、伊予国造と同祖で、聖武天皇のお世に、初代中国造に認じられたとある。また、日立国風土記では、伊達尺前の地として、主神天皇の時代に、東国の族を討伐した説話を載せる。中に作りは、 後の日立国東部を治めたとされる国の宮津湖で、古事記に、ムヤイミ耳の命がその祖であると記されている。そして明治の第二本新明治書では、喧嘩流ま地を、ムヤイミ耳の命の後裔とし、遺族退治の功により中国像に任じられたとする。現在に残るものとしては、水戸市あたご町の前方公園墳、あたご山古墳があり、中国像のつながりが深いとされ、 年代からだて仮うま命の,の墓とする説がある。また、社名、大井八名、おぶの古言について、剣仮うま命の出身が、ムヤイミ耳の命を外するい不信であることによるとも、伝えられる。なお、渡来信義の神明朝交渉では、祭人を、ムヤイミ耳の命とする。また、仮場という祭り神明から、鹿島、香取の文社とする説もある。 茨城県神社町大井神社のページでは、祭神は中国像の祖、奈良時代以前からの古社で有力な軍領事武士の宝祭とされているとある。社殿によると、第十代主神天皇のお世に、三子、豊吉入彦の命の命を報じて喧嘩竜馬命が、当地に至った。そして長者さんに館を構え、北東の当地に神社を建てて、天照大臣を祀ったのが宗子という。 その後、奈良時代には、長軍の軍領、宇治節が、喧嘩流の命を放催したという。平安時代中期の演技式神明帳では、日立国長軍大井神社と記載され、式内社に列している。ただし、笠間市の大井神社も式内社の論者とされている。上平年間、平藩城と伊伏神の族の松本家秀が大宮寺を務めたという。大永末年には、 陛下で社殿を消失、英正年間に再建したが、天正16年の陛下で類称した。江戸時代、漢文8年に徳川光国の命で社殿を治さした。その時の社名は、香取大明神であったが、完成年間に元の大井神社に服した。安政年間、徳川成明の命で、現在の拝殿が造営された。明治に入り、 近代社格制度では損者に劣した。所在地交通アクセス。ありがとうございます。